久保さん、コンサルジュ。良かったんじゃないですか例え話が。確かにそうですよね。まあ、今回は、魚のり釣り方を教えると。魚の釣り方を教えると。これ、あの、直近でですね、久保さん、いい事例がありますよ。いい事例がありますよ。あの、僕のコンサル生で、その、大学、元、元大学生、去年まで大学生で、まあ、 今年、今年か。今年卒業したのか。今年の3月、4月に卒業した子がいて、直近でちょっとプロモーションをしたんですね。プロモーションを。で、全額返金保証をつけて売って、まあ、トータル550ぐらい売ったのかな。で、その返金保証に対して、えー、返金してほしいと、依頼が来たと。で、その一人の中で、泣きながらね、連絡が来たらしいんですよ。で、今回その、ジョイントで売ってたら、ジョイントで売ったんですよね。で、まあ、 マーケティング販売はその、えー、元大学生でサービスを提供するのは違う人コンテンツメーカー違う人ですねだけどマーケティング担当してる子が返金するというねこのオファーなんですけどでまあその泣きながら連絡があってその,コンそのコンサルを受けたんだけどそのコンサル受けた時にいやそんな初歩的なことは自分で調べてくださいって言われたらしいんですよ で、それが傷つ,傷ついたみたいで、なんか泣きながら、その、ご相談があったらしいですね。言われ、こんなこと言われました、みたいな。うん。で、あの、僕がそこに対して、まあ、それに対してアドバイスしたのが、あの、まあ、僕はそのコンテンツメーカーの人とはつながりがないので、あれですけど、まあ、僕の場合は、魚の作り、作り、釣り方を教えるよっていう話をして、要は、確かに、 あの、ネットで調べれば、本当に出てくるんですよ。てか、僕も、僕も、久保さんもそうだと思います、久保さんもそうだと思いますけど、調べれば、出てくるんですよ。質問来るやつって。ぶっちゃけ。ほぼ出てきます。だけど、質問してくる人って、その調べ方がわかんなかったりとか、調べてないんですよね。てか、調べれば1秒で2秒で答えにたどり着いたりするわけですよ。だけど、それをやってないんですよ。 だから質問来るんですよね。もしくはやってるけど答えを見、見つけられないってとこですよねで。僕は何やるかっていうと、僕もね、そのなんだ、15年ネットビジネスやってますけど、じゃあ全部、全部ネット周りの全てのことを暗記して、記憶して、知っているのかっていう、そのなんか、ノーベル科学賞レベルのなんか頭脳を持ってるのか分かんないですけど全部のことを記憶するなんて無理じゃないですか。 どう考えても。Google で出てくる答えを全部脳が記憶できる。なわけないと。<laughs> だから僕も知らないことありますよ。じゃあ知らないことあるときどういうふうに僕が回答するのかっていうと、あの、僕も代行で調べるわけでしょわかんなかったら。じゃあ代行で調べたあ、あ、これやんと出てくるわけでしょ でそれを画面キャプチャーの動画で撮って、じゃあ今回いただいた質問、あの検索したら、こうやって検索キーワードはこうやって入力するとこういうページが出てきて、今回いただいた質問っていうのは、えー、こんな感じで回答がもうめちゃめちゃ詳しく載ってるんで参考にしてくださいと。でそこから続きがあってで、ネットで稼げる人と稼げない人の違いみたいなのを言ったりとかして、まずその、まずそのキーワードを入れるという習慣ですね。 まずキーワードを入れてエンターボタンを押す、検索ボタンを押すっていう習慣をつけるっていうことが大事。要は、あの、時間は有限であり、その、もちろん僕に聞いていただいても、あの、回答はしますけれども、やっぱ時間的ロスはあると。ただし、自分でこの能力がつけば、自分の問題が出たときに1秒で解決できる。まあ、1秒にその答えにたどり着く場合があると。じゃあ、やった方が、そっちの方が早くないと。 で、なおかつ、これからもいろんな自分の問題が出てくるから、この能力っていうのはないより絶対あった方がいいし、僕自身も最初はあー、全くネットのスキルなかったけど、なんでネットのスキルがついたかっていうと、誰よりもこの検索をしたからですよと。で、ネットで多くの人が結果出ない人、稼げない人っていうのは、まずそもそもベースとしてこの検索能力がないと。だからここを身につけていきましょうみたいなコンテンツを作ってお渡ししていくと。だからその、 魚の釣り方ですよね。うん。っていうのを教えるようにしていますね。うん、最近は。で、しかもそれが、僕、僕としては、あの、メリットになるんですよ。どんなメリットがあるかっていうと、それがコンテンツ化になるので、だからそ,それを言ったんですよ。確かにその、現象としては、まあ、正直めんどくさいし、いや、そんなの調べればええやんってなるんですけど、じゃあそれ、その悩みっていうのが、結局、 それがわからない人が商品買うわけですよ結論だから要はその人との関係性を,を崩さないというかまあ結局その人たちが買うわけなんでまあ、全く右も左もわからない検索の仕方もわからないっていう人たちが買うわけですからそこに対してどういうコンテンツを供給するかなんですよねうん 要はそのコンテンツを供給しているから、提供しているから、信頼関係が生まれているわけじゃないですか。じゃあ、それが答えを教えるのもありだし、魚の作り釣り方を教えるのもありだし、どういう提供の仕方でもいいと思うんですけど、ただ僕は、あの次のね、質問が来ないように、プラスお客さんの,そのスキルアップにもなるんで、魚の釣り方を教えるという、まあ、答えも出てますけどね、その画面キャプチャーで。いや、これが答えです、みたいな。だ答えもわかるし、 魚の釣り方、どうやってキーワードを言って、どうそこに答えにたどり着いたのかっていうところもわかるんで、これいいんじゃないかなっていうところで。うん。だからそのネットって、やっぱその、思うんですけど、あの、コンサルジュですよ、本当に。検索代行みたいな。だから、スキルがなかったとしてもグ、Google グが答えあるんですよ。わかります だから、それをしっかりと、自分、でもその自分がね、検索能力ゼロだったらちょっときついですよ、さすがに。うん。でもそれは調べて時間をかければ、たどり着くことなんですよ。ただ僕、自分も右も左もわからない、全く初心者ですっていう場合は、その答えにたどり着くこと。検索キーワードもわかんないから <laughs>、ちょっと微妙かもしれない。それは経験積んでほしいんですけど。ある程度経験積めば、あの、答えは出せるんです。だって、グーグルがもうあるんでも、もだから、グーグルが出せない答えはほぼないです。 もう間違いないです。<laughs> 久保さんありますかね ?Google が出せない答えって今。多分ね、僕ないと思うんですよ。ほとんどのた、例えばネットビジネスで稼ぐっていうところですよ。ネットビジネスで稼ぐっていう悩みに対して解決する答えが Google で出てこないかっていうと、多分100%出てくると思いますね。まあなんか特定のマニアックすぎて誰も知らないようなジャンルだったらわかんないですよ。も誰も知らないみたいな。 もはやその、うその、昆虫の名前がついてないとかね、昆虫の名前ついてない、だいキーワード、検索しようがないんで、まあ、それは本当に特殊な事例以外は、ほとんど載ってますから、だから、ことネットビジネスで稼ぐなんていうのは、もう無限にありますよ。 ただし、この無限にあるからこそまた悩みが出てきて、僕たちスキルがある、まあ経験値を積むと、その無限の無料からいくらでもピンポイントで、あ、これだ、これだ、あ、これ稼げるサイトだな、これ稼げてないサイトだなとか、わかるわけですよ。だそれを、ピッて提示、コンシェルジュンみたいにね、だからコン,ルコンシェルジュもお金もらってますけど、 いろんな情報があって、星が3.8とか星が4.0とか星が4.5。じゃそのトータル的にどれが一番いいんだっていうところをピッてご案内していただけるわけですよね。でもこれ無料だと、これレビューが4.5、じゃあこれ4.4、この0.1の差は何なんだレビューいっぱい読むとかね。これ大変なんですよ。だからある意味、今はコンサルジュっていうのが、あのー、稼げますよね。久保さん。 この無料の情報がたくさんあるから逆に言うと教えて導いてあげるこうですよって言ってあげるお金取れるってことです。うん。だから何だろうな。誰でもできるんですよね、やろうと思えば。まあもちろん自分が先ほど言った通り右も左もわからない、検索の仕方もわからないってなったらそれはちょっと難しいですけど、でもそれはある一定をこなせば間違いなくそれできますんで答えを探すぐらいは。うん。 答えの探し方がわからない人がいるわけですからね。実際その、この情報ビジネスで言うならば、魚の釣り方わかんない人いるわけじゃないですか。これガチで、バス、バス釣りとかね。だからその魚の、なんだ、釣り方の、釣り方というか、YouTuber もいますけど、まあ本屋に行けば本もありますよ。バスの釣り,釣り方みたいな。どういう風にこの、あれを投げるのかと。でもプロからしたらこの投げ方とか別に普通ですよね。リールの巻き方とか。 でその誰でもできますよね。プロだったら。でも、全く初心者で人生で初めてリールを、これ何のリールがいいのかなとか、リールこう、うん、巻いたけど、引っかかっちゃったけど、これ引っかかった時どう取るのかなとかね。うん。じゃあ、これがもっとちょっと異次元というかね、やったことないとこ行ったら、マグロの一本釣りですよね。マグロの一本釣りどうやんのみたいな。<laughs> ま、そこはちょっとね、マニアックすぎるんで、ニーズあんまないかもしれないですけど。 一般的にマグロの一本釣り一人で行くってあんまないんでね、多分ん。うん。だから、何やろうな。まあ、それをどう見れるかですよね。どう見てるのかってひ。だから、そのキャバクラの例とかもね、あ,のありましたけど、あの、それらの例をどのように見てるのかっていう。あ、あとね、これ、久保さん、あの、久保さん、あの、これ、久保さんのちょっと回答欲しいですね。 あのよく YouTuber でぼったくリバーに潜入するっていうやつ企画あるじゃないですか久保さんぼったくリバーのちょっと切れちゃいましたねぼたくリバーの件どう思いますかこれね光くんのなんか動画見たんですけど昔でまあ潜入してなんか7万とか8万取られてこれぼったくりじゃないですかみたいなやり取りして僕 YouTube やってるんですよみたいな,なんか,なんかうわめんどくさいごめんうわみんななんかやってるんですけど で、お店側の言い分が、いや別に、うちのお店なんだから別にね、どれぐらいの値段つけようがこっちの勝手だろうと。てか自由だろうと。それ自営業みたいな、なんかそういう話があって、多分それも別に一理僕は間違ってないことだと思うんですよ。 ただし、間違ってるところがあると、誤解を生むようなところがあるとするならば、最初の集客の段階で、1時間5000円しか取りませんよ、みたいな話を確かしてたんですよ。で1時間5000円しか取らないよって言ってるけれども、なんか何万円請求されるだそれはもうギャップがありすぎるじゃないですか。それはちょっと微妙ですよね、久保さん <laughs>。ね。なんで、 あのー、僕からすると、ぼったくリバーは全然 OK だと思います。ただ、集客の時にしっかりそれを伝えてればいいわけですよ。うち、ぼったくりっすよと。超高いっすよ、みたいな。それでもいいんだったらと。今、巷でぼったくリバーって話題だと思うんですけど、うちもぼったくリバーなんです。めちゃくちゃ高いです、みたいな。ちょっと潜入してみます、みたいな。あの、高いですけど、YouTube のネタにはなりますよ、みたいな。でも、クソ高いです。大丈夫ですかみたいな。<laughs> でも、お兄さん、多分お金稼げてると思うんで、 面白いネタになりますよ、みたいな。<laughs> これどうすかね <laughs> もはやネタ提供してあげるみたいな。い <laughs> や、じゃあわかりました、みたいなね。YouTuber ご用達ぼったくりバーみたいなね。<laughs> なんか。なんからそれ面白いんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> それだったらなんか文句あるんですかね <laughs> なんか。文句出ないと思うんですよね。<laughs> うん、いや、あの、演技量もちょっと入れ,入れさせてもらいますね、みたいな。<laughs> ね、<laughs> そう。演技、演技量もね。 あのあの縁起量みたいなね、<laughs> どうあの紙に書いてあるみたいな。だから多分ねあの、それをね、しっかり言えば特に問題ないと思います、僕は。だから久保さんの売り方、今回良かったなと思うのが、あの僕もパクろうと思うんですけど、いや、別に僕から買わなくていいですよとあの。本当にあのブックオフ100円で売ってるんでそれ買ってくださいと。別にわざわざ高い金払う必要ないでしょと。 ただ僕に、僕から買うとサポートがコンサルとかありますよと。うん。だかコンサルとか受けたいんだったら高いですけど、みたいにすればいいですよね。だって本当に本屋行っても、じゃあサポート受けられるかっていうと受けられないですよね。うん。そう。でも売り方はいい僕もパクりますよ。うん、すぐパクるっていうね。ちょっと久保さん、ぼったくりバーのね、ちょっとね、<laughs> 見解を。久保哲郎流の見解を。 いただけるといいんじゃないかなといってらっしゃい